京和山京和山は和山の一つ。佐藤に用いられる本式の伊達傘はそれまでの妻折の野手傘と異なり、番傘の形態をそのまま拡大した傘骨を持つ。蛇の目傘は基本的に岐阜和山と同様の装飾を持つ。起源は正確には判明していないが、浮世絵などから江戸時代に入り一般に浸透したとされる。雨用洋山では天にゆュふ。 または薬品による強化発水加工で発水性を確保する。展示用、室内利用の場合はこの工程が省かれる場合がある。UV カットコーティングを施す場合もある。作動に用いられる本式の伊達傘はそれまでの妻ま折、の立傘と異なり、番傘の形態をそのまま拡大した傘骨を持つ。かがり糸を廃し、過度な装飾を避けたとされる。また、近年に至り、 その製造技術を発展させた、照明器具のデザイン用、鑑賞用のミニさん、建築インテリアへの利用など、多方面への開発も行われている。製造を担うのは、現存一点のみである。それは、和さんが、日常的に用いられるケースは少なく、踊りや芝居などの伝統芸能の小道具、伝道行事や、作動の際の道具、隠し展示物、 土産物として利用される側面が強いため、需要が確保できず、徐々に生産拠点が減少したためとされる。後継者問題も取り沙汰されたが、現在は後継者問題は免れた。ありがとうございます。